裏社会の複数勢力から標的とされる牧村誠。彼女が狙われる理由を探る真島は、誠の面倒を見てきた中国人の針師李に見込まれる。李はかつて大陸系組織に雇われる殺し屋でもあった。誠を守ろうとする二人の前に現れた男、近江連合貴人会会長西谷誉。関西を牛耳る近江連合内部で、西谷、佐川という二つの勢力がそれぞれ誠を奪い合っていた。徐々に誠をめぐる勢力図が見えてくる中、真島は密かにかくまっていた誠の存在を佐川に気づかれてしまう。しかし最後に誠を手にしたのは、突如深い闇から現れた白いスーツの男だった。なんてやらずに済むならその方がいいってさ。でも真島ちゃんは仕事を引き受けた。俺本気で島野の兄弟になしつけてお前を東条会に戻してやる気だったんだよ。だけどお前は牧村誠を殺せなかった。まあまあまあ、百歩譲ってそういうこともあるかもな。俺もガキの頃、足の折れた文鳥を拾って帰ってきたことがあんだ。お袋に内緒で必死に育ててさ。確か名前は豆太郎だったかな。動物なんか興味もなかったくせに毎日餌やったりして可愛かったな。だが親に嘘ついたのがまずかった。ある日家に帰ったら飼い猫の餌にされてたよ。生きたまま猫に食われる豆太郎を見て俺は思い知ったね。子は親に逆らえないってな。ガキのくせに律儀なやっちゃ。律儀ね。まあ確かに俺は素直でいい子だったよ。親の前ではな。あ？次の日その猫を殺してやったよ。お前のことは必ず殺すよ。でもその前に
あの牧村誠を盗んでいった泥棒猫を始末しねえとな。あの泥棒猫、蒼天堀じゃ見ない顔だったな。もしかして真島ちゃんの古いお友達？知らんわ、あんなやつ。ふん、なんでどいつもこいつもあの女のことを狙っとんのや。あいつは売春の元締めなんかしとらん。あないな小娘に一体何の価値があんのや。知りたい。教えたくても教えらんないな。俺だって知らねえんだからよ。はあ？真島を使って牧村誠という人間を殺せって、それだけだからな。俺が兄弟から聞いてる話は。兄弟？そしたら女殺せっちゅうのは島野の親父からの命令なんか？そう。だからこそお前を登場界に戻してやれるチャンスなんだよ。なんで親父は俺にやらせようとしたんや。さあな、それは俺にもわかんねえ。とにかく白スーツの男、本当に心当たりないんだな。ああ、せやけど気になることはある。ん？奴は女を奪って生きよったが、殺そうとしてるようには見えへんかった。それは西谷も同じや。ん？ちょっと待て、西谷ってグランドで暴れた鬼人会のか？西谷はあの時別の死体を用意した代わりに牧村誠を渡せ言うてきた。あの子を殺すつもりやったらそない面倒くさいことはせんやろ。西谷が別の死体を用意？おかしいな。初耳だな。まあ西谷と白いスーツの男が同じ目的ってことは分かった。ってことは奴ら来るかもしれないな。あり得る話や。どっかで拾ってきた野良を泥棒猫に仕立てたってわけか。確かに西谷らしい手口だな。そうなりゃ西谷を叩いて女の居所を吐かせたいとこだが、札にしょっぴかれて今頃留置所か。いや、西谷やなくても組員もいろいろ知っとる風やった。お前は何も分かっとらん。あの女の価値を。はあ、そしたら組員からたどれ。鬼人会の事務所は蒼天堀通り東の第三並木ビルってのに入ってる。確か3階だったはずだ。分かった。真島ちゃんさ、西谷のこと以外に俺に隠し事ないよね。あらへん。はあ、もしも何か隠し事してたら殺す言いたいんやろ。分かってきたね、真島ちゃん。